10月15、16日の〇〇大津の会場でベジチェックという機械を使い、来場者の野菜摂取レベルを測定しました。多くの方に参加していただき、355人の方が測定され、こちらがその結果です。8以上で緑の野菜を十分食べていると判断されたのはわずか11人で 3%、 濃い薄いオレンジと判定された方約 78% が野菜が不足しているという判定でした。オレンジの方々に野菜の摂取状況を確認してみると、1日3回の食事に野菜を取り入れている人が少なく、野菜を食べるのは1日に1回か2回という方が多かったようです。その反面、緑の判定の方は毎食野菜を習慣的にとっており、色の濃い野菜も食べている方々でした。そこで今回は〇〇大津の飲食店ブースで1食で 200g 以上の野菜が取れるメニューを販売してくださったカフェ&アニモの加藤さんと銀河食堂かけるさんの森永さんに家庭でもできる野菜レシピを紹介していただきます。よろしくお願いします。フライパンに油を適量入れます。こんな感じでいいんですか？で、ひき肉をもう入れちゃいます。どんどん時短でいっちゃいます。その間に玉ねぎを切ります。はい、では玉ねぎをみじん切り、半玉みじん切りにします。ではもう玉ねぎ入れちゃいます。よいしょよいしょ。はい、でここで火を通して、ではちょっと火が通ってきたので調味料を入れていきます。ではニンニクを入れます。おっと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 。にカレー粉を入れます。ソースを入れます。ウスターソースです。でケチャップです。あ、いい匂い。はい、で塩コショウを少々入れて、タコミートを弱火で火が通るまで待っている間にトッピングの具材を切っていきます。ではプチトマトを4分の1にカットしていきます。はい、ではトッピングのレタスを切ります。千切りにしていきます。でご飯が炊き上がったので、ご飯から盛り付けていきます。ではご飯1合、はい、その次にタコミートをいっちゃいます。レタスをたっぷり周りに入れます。トマトを散らします。ここでアボカドを最後に切ります。で最後にチーズを散らして、はい、出来上がりです。
ゃあ皮を剥いていきましょう。じゃあ皮むき器で切っていきましょう。じゃあ今度オレンジ切っていきます。オレンジは房ごと切っていきます。じゃあ調味料合わせていきます。レモン汁、お酢ですね。お塩です。はちみつ入れていきます。で混ぜ合わせた調味料の中に人参とオレンジ戻していきます。で最後ミントを入れて、でラップをして冷蔵庫で1時間ほど寝かせます。じゃあもう1種類のドレッシング作っていきます。玉ねぎの皮を剥いていきましょう。ざっと切っていきましょう。フードプロセッサーに入れていきます。はい、じゃあ細かくなりました。少し食感が残るぐらいまで細かくしてください。まずお塩です。お砂糖、レモン汁、お酢です。最後オリーブオイル入れていきます。混ぜていきます。で合わせた調味料の中に人参を入れていきましょう。で混ぜ合わせます。一晩寝かせると玉ねぎの辛みが少し取れますのでおすすめします。今回は市内の飲食店の方々から野菜を簡単に取り入れられるレシピを紹介していただきました。どれもとても美味しそうですよね。簡単にできるのでぜひ作ってみてくださいね。また市内の飲食店の皆様で今回のようにおすすめの野菜の取り入れ方があればぜひ健康センターまでお知らせください。市民の皆様方にお伝えしていきたいと思います。このコーナーで紹介したレシピはホームページで掲載されております。放送終了後に YouTube でもご覧いただけます。ぜひご家庭でチャレンジしてみてくださいね。